キーは、アメリカ合衆国入りのイシュークック軍、オークローン出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のトロントブルージェイズ参加所属。愛称は、スクラブル、ゼップ。セプチュインスキーという姓は、ポーランド系であり、アメリカ合衆国では、非常に珍しい。最初の R は発音せず、ゼップチムスキーと発音する。 メジャーデビュー時のブルージェイズの監督だったシトガストンも当初は読み方がわからず、その後も正しいスペルを覚えるのに手間取ったと語っている。カリフォルニア州アナハイムのサーバイト高等学校を卒業後、カリフォルニア大学リバーサイド校に進学。大学時代は3年目までは平凡な成績だったが、最終シーズンで一気に成績が向上した。 2007年の MLB ドラフト5巡目で、トロントブルージェイズから指名され、プロ入り。参加の A マイナス Q オーバーダブルデイズで、プロデビューし、5勝0敗、防御率2.70の高成績を残す。2008年は、A 級ダニーデンブルージェイズで1年間先発ローテーションを、守り、防御率2点台の安定した成績を残した。 2009年は AA 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツからスタートし、6月にトリプル A 級ラスベガスフィフティワンズへ昇格。マイナーで16試合、88回を投げ、防御率2.6504奪三振と活躍し、怪我で離脱したスコットリッチモンドに代わる、先発要員として7月6日にメジャー昇格を果たした。 7月7日のタンパベレーズ戦でメジャー初登板発、先発、6回に安打1失点と高騰するも、勝ち負けはつかなかった。ブルージェイズの先発投手陣に故障が相次いだため、ゼプチンスキーは2009年のブルージェイズで6人目の新人投手、12人目の先発投手となった。これはいずれも球団史上最多であった。 7月18日のボストンレッドソックス戦でメジャー初勝利。その後は故障者続出のため新人投手が主体となった先発ローテーションに定着し、11試合に先発して2勝4敗ながらも安定した投球で7度のクオリティスタートを達成した。8月16日以降は4試合連続で QS を達成していたが、マイナーでの88イニングと合わせて、 年間投球回数が149.1に達し、新人のゼプチンスキーに対して球団が定めた制限回数に近づいたため、9月1日のテキサスレンジャーズ戦がシーズン最終当板となった。2010年では、前年度メジャーで防御率3点台という高成績を残したため、ローテーションの一角を担うことを期待されたが、 スプリングトレーニング中の試合で中指を骨折し、開幕を故障者リストで迎えた。トリプル A 級ラスベガスで調整を続け、夏場からメジャーに復帰したが、防御率は前エンドより1点以上悪化した。オフにはアリゾナ周期リーグに登板。6試合に先発し、防御率1.16と高騰した。 2011年ワールドチャンピオンのパレード2011年7月27日にブルージェイズ、シカゴホワイトソックス、セントルイスカージナルス間での三角トレードでカージナルスに移籍した。2013年7月30日にトレードでクリーブランドインディアンスへ移籍。2014年1月17日にインディアンスと137万5000ドルの1年契約に合意した。 2015年1月15日に球団と年俸頂点を回避し1年契約総額240万ドルで契約を結んだ。2015年7月31日にエイブラハム・アルモンテとのトレードでサンディエゴ・パドレスへ移籍した。背番号は45と決まった。2015年12月2日にドリュー・ポメランツ、ホセ・トーレス及び後日発表選手とのトレードで ヨンダー・アロンソと共にオークランド・アスレチックスへ移籍した。2016年8月25日にマックス・シュロックとのトレードでワシントン・ナショナルズへ移籍した。オフの11月3日に FA となった。2016年12月3日にシアトル・マリナーズと2年1100万ドルで契約した。2018年は 開幕から18試合に登板して、防御率9.39と結果を残せず、6月1日に、DF へ6日に自由契約となった。2018年6月18日に、インディアンスとマイナー契約を結び、参加のトリプル A 級、コロンバス・クリッパーズへ配属された。7月1日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。 7月11日に DFA、18日にマイナー契約で AAA 級コロンバスへ配属された後、19日に FA となった。2019年2月8日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加したが、メジャー昇格はならず3月31日に自由契約となった。6月24日に再び、 ダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだが8月25日に自由契約となった。2020年2月24日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。スリークォーターから2種類の速球、スライダーを中心に三振を多く奪う投球スタイル。カーブ、チェンジアップも投げるが、投球の大部分は、 速球とスライダーで組み立てている。マイナー時代には投球回数を超える脱三振数を記録している。メジャー1年目となった2009年も61イニングで60脱三振を記録した。ありがとうございます。